日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スターバックスの新作フラペチーノ3種類を飲みたいと思います。チーズコーン、ほうじ茶、ぶどう。なんか去年は47都道府県で地元市が使ったものが販売されましたが、その中から特に美味しかったものが全国で販売されたんでしょうか。これは気になりますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。南国の気分を味わえる沖縄チンスコーから飲みたいと思います。では、ではこの後の流行りの和の風味、ほうじ茶ラッチ、ほうじ茶。結構お馴染みなんですけど、ここは特別なのかな。では、最後は秋を先取り山梨ぶどう。山梨ってぶどうかな。ちょっと地理詳しくないのでよくわからないですね。飲みます。どうですか？ご当地の味、楽しめましたか？はい、楽しめましたよ。この方時世には難しいかもしれませんが、いつかまた現地で会いたいですね。チンスコーはサクサクだし、ぶどうは甘酸っぱくて、ほうじ茶は香ばしい。どれも現地でしか味わえない、もっと上流な味がありそうです。って言ったら失礼か。最初に飲んだ沖縄チンスコーですが、チンスコーのサクサクとした食感がフラペチーノを吸った瞬間に口の中で感じられて美味しかったです。ただクッキーが入っているだけとはまた違いましたね。甘さがさっぱりとしているので、すっと飲むことができます。続いての石川ほうじ茶、こちらもほうじ茶の香りが通常のほうじ茶だけなのでもかなり強く感じられて美味しかった。氷で薄まってるのかなと思いきや、全然そんなことないですね。そして最後の山梨ぶどう、ぶどうの優しい甘さが口の中にふわっと広がってきて、ちょっぴり酸っぱさもあってよかったです。夏でさっぱりいただきますね。やっぱ秋が待ち遠しくなります。というわけで今回は沖縄チンスコーと山梨のぶどう、この2つはどちらも美味しかった。もちろんほうじ茶も美味しかったんですけど、ちょっとありきたりかなと思いましたので、代わり種としてこちらに2種を挙げる代表として5点とさせて、あ、よく考えたらぶどうも結構あるか、いや、ないか。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。